の14歳下の、地元横浜西口の、身長168センチの、当時、横浜西口の某ラウンジケバ嬢で、自分が本指名だった、長身絶世美人の J 氏、歴代山根ガールズ、彼女の希望で、J 氏が撮ってくれたツーショット写真。左は、身長169センチモデル兼当時ケバ嬢の、スタイル抜群絶世長身美人 H 氏、R 氏の妹分。自分の20歳下の、地元が藤沢の、身長171センチの、当時横浜西口ケバ嬢の、スタイル抜群絶世長身美人の、R 氏、ちょっとだけ元彼女。自分の14歳下の、地元が川崎の、身長172センチの、当時桜木町ケバ嬢で、スタイル抜群絶世長身巨乳美人の、N 氏、最高の思い出の、パラオ諸島に一緒に旅行を、した、最高の思い出の女性。歴代山根ガールズ。この上記の3名の肝カモ客だった。元介護士風情。当時の職業は、介護士。年齢は、私よりも年上の50代。まず名前は、当時約5年前に、横浜西口界隈の、B グループをはじめ、あちこちのキャバクラで、福井、と名乗ってます。当時の携帯電話番号が、090-5000 の、2168です。現在も、何回も電話してるが、コールが続いたり、切ったりするし、俺様からの電話と、わかってるから、電話に電話、ダジャレ、カッコ笑い、最終的には、着信拒否にしました。現在は、横浜西口の、某キャバクラ、私は店名は、わかってるが、ここでは公表は NG、に、たまにだが、飲みに行ってる、これらの情報で、やつの、フルネームや連絡先や住所や、居場所を教えてくれた方には、私が、元介護士風情に、ちゃんと連絡か、面会の接触が、できた場合のみの、ガセネタではない場合に、必ず、謝礼金として報酬の、5万円を贈呈します。もちろんプライバシー保護で、教えてくれた方の、個人情報は、絶対に守秘義務は守りますので、皆様、どうにか、ご協力を、よろしくお願い申します。こいつを、こっちが逮捕されないような、何かの武力行使か、法的などの制裁の、何らかの形で、けじめをつけて、葬れば、ここ数年の、2チャンネル山根すれの、朝から晩までの、ほとんどが一人で、連投してる、捏造、脚色、過小評価、現実逃避、はったりなどの、負け犬の遠吠えが、見事になくなり、アンチ山根書き込みが、一気にほとんどなくなりますので、これからの映像は、私の、ある人脈で情報を、得た、元介護士風情福井のやさであろうと、思われる、自宅に、突撃訪問しましたが、その結果は、朝早くすいません。福井さんのためですか。福井さん。福井さんのためですか。あ、ごめんなさい。
ございます、はい、お母さん、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、ここの住民に福井、2階に福井さんっていう人住んでないですか。福井さん2階に。 私ね、どこにどなたがいるか全然分かんないな、はい、あ、そうですよね。大家さんにお聞きにならない。大家さんどこに。大家さんそこ。 ありがとうございます。 ありがとうございます。そこのところがね、大家さんだから。そこの家が、そこの玄関。ありがとうございます。どうもすいません。今何時頃行ったらいますかね。もう起きてますでしょ。ありがとうございます。もうとっくに起きてらっしゃると思います。すいません、ありがとうございます、うん、朝早くすいません、はい、すいません、失礼します、はい、朝早くすいません、ごめんなさい。ですね、ちょっとこちらの住民の2階の福井さんに用事があって来たんですけど。福井さんっていう方いませんよ、このマンションに。福井さんいない。2階にいないですか。どうして。男の人、女の人。男です。いないですか。私も記憶ないけど、今確認しましたけど、いません。そうですか、はいはい、分かりました。どうもすいません、朝早くからごめんなさいね。いいですよ、どうぞ。失礼します。たびたびごめんなさいね、何回もちょっと一つお聞きするの忘れたんですけど、名前がもしかしたら偽名で福井じゃないかもしれないんですよ。元介護士の仕事をやってる人。男で介護士をやってる、元やってた人なんですよ。ああ、女の人でね、介護士をやった、あの人は介護士の資格はなかったんだけど、そんな感じのお手伝いしてる女の人いたんです、40ぐらい、ね。女性じゃなくて男性ですね。男性はね、いません。介護士でいない。介護士はいません。いないですか。はいはい。前から何年も前から。だって、そうです。男の人ってうちあんまりいないんですけどね、介護士の人っていうのはいませんね。わかりました。たびたびどうもすいませんでした。大きな方、今勤めてる男の人はみんな会社勤めです。会社勤め。これで介護士の人っていうのはもともと介護士わかんない。わかりました。その方がね、介護士であって会社員となってれば別です。なるほどなるほど。介護士としてうちに入居した人はいません。わかりました、はい、どうもすいませんでした。たびたび失礼します。